ウェイン軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の南東部オザークフットヒルズ地域に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,521人であり、2000年の13,259人から2.0%増加した。軍庁所在地はグリーンビル市であり、同軍で人口最大の都市はピードモント市である。 ウェイン軍は1818 18年12月11日に組織化され、軍名はアメリカ独立戦争で活躍したマット・アンソニー・ウェイン将軍にちなんで名付けられた。ウェイン軍は1818 18年にミズーリー巡州最後の議会によってケープジラード軍とローレンス軍の一部を合わせて設立された。ミズーリーが州に昇格する前のことだった。1819年3月、 連邦議会はアーカンソー淳州を設立し、ローレンス軍の大半がアーカンソー淳州、ローレンス軍となった。ミズーリ州内で行き先の亡くなった昔のローレンス軍の小さな領域が1820年のミズーリ州憲法によってウェイン軍に付加された。カンザス州宗教に沿った王政ーージストリップは1825年に付け加えられた。 1825年から1831年、ウェイン軍は、マサチューセッツ州、コネチカット州、ロードアイランド州、デラウェア州を合わせたよりも広い広大な軍だった。ミズーリ州の軍のうち32軍はその全体あるいは一部が、ウェイン軍の一部だったことがある。ウェイン軍が形成された時、軍政府を任せる5人の委員が指名された。彼らはもとで、シーガーキャビンと呼ばれていた。 セントフランシス川沿いの地を、軍庁所在地に選定し、グリーンビルと名付けた。1900年、グリーンビルの人口は約1000人だった。1942年には、それが572人まで減っていた。この町は、ワッパペロコの造成によって1941年に、場所を移したので、1950年の人口は270人しかいなかった。今日五百人強が、 グリーンビルを故郷としている。ウェイン軍庁舎は1854年に消失した。新しい軍の記録文書は1866年に盗まれ、1892年には軍庁舎が再度焼けた。1820年の国勢調査では、ウェイン軍の大きな領域に1239人の白人と204人の奴隷がいるとされていた。 ワッパペロコアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は774.09平方マイルであり、このうち陸地761.03平方マイル、水域は13.05平方マイルで、水域率は1.69%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2008年時点の失業率は7.0%だった。 ウェイン軍の25歳以上の住民のうち59.7%は高校卒以上の学歴を持ち6.8%は学士以上の学位を持っている。2000年宗教データアーカイブ教会軍別信徒報告書によればウェイン軍は福音主義プロテスタントが最多数を占めるバイブルベルトにある。最も多い会派は南部バプテスト連盟の62.76% 続いて、メソジストの10.08%、カトリック教会の7.07%である。ウェイン軍の地方レベルでは、民主党が大半の政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を5人以外は、独占している。国政大統領選挙のレベルではかなり独立色の強い軍である。共和党の強い地盤である他の田園部軍とは異なり、 その時の自由に乗ることは滅多にない。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが、ウェイン軍を制したが、他の田園部軍に比べて、僅差の戦いだった。1992年と1996年は、ビル・クリントンが制した。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と、同様、バラク・オバマより、ジョン・マケイを選んだ。ウェイン軍は、 州内の田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に影響している。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、ウェイン軍は87.75%という、圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は、 同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、ウェイン軍では55.15%が反対した。州全体では51%の賛成と、かろうじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。民は、 伝統的に社会問題に保守的であるが、最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、ウェイン軍では77.36%が支持した。この命題は、州内のどの軍でも支持され 75.、75.94%が賛成した。 2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、ウェイン軍は2大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、その支持率は、州内の軍で第2位だった。さらに共和党予備選挙で、各候補者に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。